にちは。こんにちは。こんにちは。パブロー。パブロー。パブロー。さあということで、はい、今回も引き続き、はい、M さんにゲストで登場してもらいますけども、前回はね野手のことを聞いたので、はい、そうですね。野球は野手だけじゃないじゃないですか。投手重要ですよ。重要でしょ。そうなんです。というところで、はい、今週は投手編というところで、はい、この投手をね、どうやってうまく作るのかっていうところを根本さんにしっかり聞いて勉強したいですね、はい、そうですね、はい、今まで結構投手はあんまりまだ作ってないんですけど、そうなんですよね。投手の方がうまく作れない感じするんですよね。ちょっとなんか球種とかも含めてね、はい、なんかやること多そうっていうか、そうですね、なんかこう、何をどうすれば、野手の方が意外と簡単だったりしますもんね。ですね、うん、あの能力のところとかも、はい、変化球も自分でめちゃくちゃ数ある中から選ぶじゃないですか。そうですね。これいくつ選べばいいかな。そうですね、本当に難しくて。そうですね、そのあたりもがっつり教え込みますので、はい、ちなみにですね、はい、今日投手編ですけど、はい、野手投手共通するところってあるんですか、やっぱりこうやっていく中で。そうですね、サクセスはまず彼女を作る、チームメイトも評価上げる、監督の評価を上げる、まあ、先ほどお話しさせていただいたところで、まあ、非常にまずこの流れが大事っていうところと、でチームメイトの評価を上げて、とにかく倍率のいいタッグを踏んでいくっていうのが非常に重要ですね。その倍率のいいタッグを踏むことで経験点がより高くもらえますので、それを能力に振っていくと強い選手できます。あ、なるほど。じゃあそこはもう野手投手、はい、同じで、同じです。大事なのは彼女、はい、チームメイト、はい、監督、はい、この順はもうマストっていうことですね、はい、そうです、不動です。あ、ここは一緒ですよ。そうですね、追いかけやすくなりますね。そうそうそう、わかりました。そこの違いはないと、はい、でその中で基礎能力と特殊能力の考え方って、はいはい、こう打者の場合は前回お聞きしたときに、はい、まあ、パワーヒッターをつけると、はい、そしたら 3.5 に弾道が固定されるから、はい、弾道を気にしないでパワーヒをつけるっていうことを教えてもらいましたけど、はい、投手の場合この特能と基本、はいはい、スキルは、はい、この割合ってどうなんですか。そうですね、基本能力も大事ですし、特殊能力も大事、本当五分五分ぐらいの感じなんですよ、投手って、はい、でも絶対そのパワーヒーみたいに、はい、ホームランバッターをつけるためにはパワーヒー、はい、投手でいうと、はい、これはつけといた方がいいよ、特殊能力あるんですか。そうです、個人的には低め丸と緩急と奪三振、この3つは欲しいかなという。ああ、そうなんだ。低め丸はどう、何がいいんですか。低め丸は、低めに投球した時にコントロールが良くなるっていう標準なんですけど、はい、あの投球する時にそのピッチングのゾーンみたいなのが出るじゃないですか、緑、黄色、白、あの白のゾーンがちょっと長くなるんですよ。なので低め丸は基本的につけた方がいい特能だとは思います。知らなかった。初めて。それは初耳ですね。はい、はい、絶対これから低めつけよう。でも白はほとんどない時とかあるじゃないですか、はい、あれもちょっと増えるってことですよね。そうですね、ちょっと増えてるはずです、はい、うわ最高、いいこと知った。低めですよ、低め、はい、低めはマスト、はい、ですね。で奪三振に関しても2ストライクで追い込んだ時に同じような効果が出るんで、まあ、そこは大事かなというふうに思います、はい、じゃあそこを抑えたらあとはもう基本能力を、まあ、徐々に上げていくのに専念しても。そうですね、あとは緩急だけ取っておけば大丈夫です。コンピューター緩急に結構弱いイメージがあるので、これはまあ僕のイメージですけどね、はい、なので、まあ、ストレート投げて遅めの変化球ですね、まあ、スローカーブとか、はい、それこそサークルチェンジみたいな変化球を取りながら前に進むと抑えやすくはなるんじゃないかなと思います。低め、緩急、打三振、はい、この3つは、はい、絶対欲しいかなというふうに思います。これは皆さん抑えましょう。いやこれはね、はい、超有料情報ですね。そんな思わなかったですね、はい、適当に選んでましたね。なんか強そうなやつね、はい、あ、これつけなきゃいいんちゃうみたいな感じですね。もちろんなんか一個一個分解していくと、なんかそのストレートの伸びを良くするための伸びとか、あとは左バッターに強くなるために対比とかいっぱいあるんですけど、まあ、まず押さえてほしいのはその3つかなっていう。じゃあ続いてはですね、はい、佐々木チャンネルで袴田さんどこかやった、はい、また動画を見ながら、はい、投手編もちょっと根本さんにチェックしてもらいたいなと思いますけれども、はい、動画スタート。左のアンダースローをハーカーを作ったんですよ。いいですね。メンタルいっぱいいるけど、まあ、小暮ちゃんはいないんだ。でももう結果57%絶対結果するから。そうか、じゃあメンタルいきますか。あ、なるほどですね、はい、ということでちなみにですね、はい、こう怪我に怖いじゃないですか、はい、どこまでが怪我で休むかどうか、はい、休む時もね、はい、メンタルなのか、はい、休むのか、はい、何パーまでは練習していいのかっていうのがちょっと分かんないですよね。なるほどですね、基本的に休んだ方がいいです。なんでかっていうと、メンタル踏んでも体力の回復量って13から15ぐらいだと思うんですよ、はい、
メンタル踏んでしまうと次練習してまたメンタル踏んじゃうっていうことが起きると思うんですが、今この練習見ていただくと分かるんですけど、メンタルの練習レベルがレベル3ってなってるじゃないですか。これは練習回数を踏めば踏むほどそこの練習レベルが上がっている証拠なんですね。なので踏みすぎなんですよ。じゃあメンタルをもしやるとすれば、その彼女とかがいる時だけと。そうですね、そういうケースだったりとか、今であれば今このメンタルのところに3人のイベントキャラクターが揃っていて、まあ評価が上げれる、まあその仲良くなれるってところと、あとは一番上のキャラクターの早川さんがこうびっくりマーク出してくれてるんで、まあコツを教えてくれるんで、まあそういうケースの場合は踏んでもいいっていう感じです。まあじゃあ特別なケース以外はメンタルはするなと。そうですね、メンタルとあと守備も投手の方はするしって大丈夫です。守備メンタルはもうよっぽどのことがない限りしない、そうですね、しないですね。で疲れたら休む、はい、いやーこれいいね動画。そうですね。いやでもここでちょっと質問いいですか、ゴールドのタッグ練習、スペシャルタッグがついてるけど、体力があんまりなくて怪我率11とか12とかの時ってどうしてますか？10代とか20代だったら踏みます。お、踏む。20代までは行っていいんですか？そうですね、30ぐらいだと体幹ほぼ怪我するんで、だからよっぽどそのなんかスペシャルタッグとかついてる場合は20とかでも行っていい、けど何もないんだったら休もう。そうです、その通りです。あーなるほど、スペシャルタッグついてたら20で行くのか。休むことを怖がらない。そうですね、でも勝負に行くときは行かないといけないんですね。あとじゃあこの流れで聞きたいことは、足爆弾とかついてたらどうするんですか？足爆弾とか無視してますけど。無視、行かなくていいですか病院？あ、行かないです。ええ、だって爆発したらどうするんですか？爆発したらその編集は残念ながら退部していただく流れです。前回の戦国高校もめちゃくちゃ足爆弾の通院しましたよね。3回してやっと治ったんですけど、結局その爆弾って持ってても爆発する確率はそんなに高くない。そうなんですか？そうなんですよ、まあ、爆発することもあるんですか？爆発することもあります。あ、あるの。投手の場合はなんか肩爆弾とかでしたっけ？だから、ね、はい、リアル生きてるから、爆発したら終わっちゃうから、やっぱ通院ってなっちゃうんですよ。そうですね、リアルの方はもう間違いなくそうだと思います。私結構前回無視しようとしてたんですよ。そしたら佐藤さん、いや通院しないと、通院しないとって言うんで。だってリアルで残念で終われないですから。そうですね、リアルは、リアルは確かにリアルはちゃんと通院しないといけないです。じゃあちょっと続いて動画お願いします。合宿だ。合宿だ。そうだそうだ。合宿中は練習能力アップしかできないよ。今の事態に効果ないですけど。ここはどうなんですか、やっぱりこの合宿前は、これぐらいだと休むんですか？休みますね、合宿前は必ず休みます。もうマックスで。そうですね、というのも合宿期間中って休むコマンド使えないんですよ、なので体力が減ったら基本的には精神練習、まあ、メンタルで休むしかなくなるんで、まあ、この減った状態でいってしまうと練習してメンタル、練習してメンタルって一番初めにお話したことのループになっちゃうんで、まあ、まずは体力回復です。まあ、それを合宿でやっちゃうともう最悪ってことですか？そうですそうです。なんでもうキャンプ中に新人が一周練習して次のクール休み、練習して次のクール休みっていうのは、まあ、まずレギュラーで出れる。それまで5人分ですよね。そうですね、そうですね。しっかり蓄えてから臨む。そうですね、やっぱりその最後にやっぱ休むのが大事だね。そうですね、じゃあ続いてお願いします、でこの時練習は何をすればいいんですか？基本的には、自分が欲しいポイントのところ、まあ、その前4つの練習、球速から変化球のところで自分が欲しいポイントを選んでいきます。まっさらの時はっていう、まっさらの時は基本的に変化球か、今回だったらスタミナとかでもいいかもしれないです。スタミナを踏むとスタミナの値が直で上げられるんですよ、1から4なんですけど、まあ、そのポイントって結構大きいので、タックが発生しない時は、まあ、基本的にはスタミナを踏んだ方がお得感はあります。スタミナ、スタミナ知らなかった。それ以外は基本的にスタミナは光ってなきゃ踏まないぐらいの気持ちで。そうなんですね。なので球速変化球が意識としてはずっとあって、でスタミナが光ってたらまあ行くかな、何も光ってなかったらスタミナ行くかなぐらいの感じで大丈夫です。でもイベキャラを追いかけなくてもいいんですか？ここぐらいになってたらみんな評価いってると思うんですよ、まあ、仲良くなっていると思うんですよ、おそらくピンクになってると思うんで、はい、まあ、なってなかったら組みに行っていいです、はい、だからこの時点で行ってなかったら最悪だよってことだよね。そうです、今の発言を組むと。そうですね、そうですね、もうなんかそれ前提でしたね、はい、キャッチボールもしてもらえないみたいな状態なんで、一人で練習しても効率悪いんで、はい、わかりました、はい、じゃあお願いします。練習だ、球速しかレベル4じゃないんですよね。そうだね、スタミナが、いや、ここでじゃあいた。じゃあ3人行きまし
でも今の小筆ちゃんこれピンクじゃないですか、はい、もうそうなったらいいってことですよね。そうですね、もう彼女にもなってるんでそんなに意識して踏まなくて大丈夫です。逆にこれくらいの体力だったらデートとかして体力を戻しながら、まあ、デートイベントを進行させた方がいいかなと。あ、デート公開しなきゃいけないんだ。そうなんですよ。そうですね、知らなくてね。はい、最近ちゃんと知ったんですよ。なるほどなるほど、はい、5回ちゃんとすると、はい、なんか特殊能力もらえるんですよ。そうなんですよ、はい、それを覚えました、ね、はい、コメント欄でコメント欄ちゃんと見てるんですよコメントしましょう皆さん、はい、あ、試合ですね、はい、これ、はい、試合に向けて、はい、前回の野手の時は、はい、まあ、パワーヒッついてたら、はい、さっきぐらいの能力でもいけるって言われましたけど、はい、投手編のこの今の能力値はどうですか。悪くないんですけどちょっと変化球の吸収が少なすぎるかなという印象です。ナックルだけです。そうですね、ナックルだけなんで、例えば、まあ、計測速いピッチャー作ってたら、まあ、スローカーブとか、まあ、サークルチェンジとか、まあ、緩急つくやつがいいと思いますし、あとカットボールとかが結構おすすめですね。カットボールとかはかなりこう打ちにくい球種になってるんで、バッターの方も、うん、そうなんだ。じゃカット、スローカーブ、サークルチェンジぐらいぐらいがいいと思います。次カット入れよう。はい、ありがとうございます。ナックルとライジングキャノンだけだわ、うん、これ光ってたらどう違うんですか、球種が。光ってたらその吸収の威力が上がってるっていうことになってるんですよ、はい、なので、まあ、そっちの吸収を使った方が良くなるかなっていう感じがします。 あれランダムで出るんですか。そうですね、ランダムです。よっしゃ、ナックルってすごくないですか、はい、そうですね、光りすごいですね。多分何回も押したからですよね、うん、今日。あとなんかこれ見てて思うのがちょっとストライク投げすぎかもしれないですね。え、結構もう少しボール球を使った方がボール球を振ってくれることもあるんで、はい、その方がリスクは下がるかなって感じにします。ボール球を投げようと思ったことはいかなかったですよね、うんうん、3球勝負しない方がいいですね基本的に。へえ、佐藤さんはボール嫌いですもんね。そうだね、ボール嫌い。はい、そうなんですよ。でもストライク投げすぎたね。じゃあそうですね、だからもう最後の方になるとあの黄色と白がなくなるんですよ、うん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 、でも最後の方に結構苦労するんで、うんうん、白い枠も一番最後だけ使えば大丈夫です。はい、基本的には。いや、白い枠に入れる技術身につけないとですね、うんうん、追い込んでからっていう。でも打ってくれてもね、だからやっぱ遊びに行かないといけないね、うん、ですね、チームメイトのあげないといけないですね。それもあると思いますね。あ、いや、やっぱ細かい知らないことが多いですね。でもこれを聞いて、ピッチャーあんまり作ってないですから、はい、もうちょっとしたらピッチャー、そうですね、いいの行きたいですね、はい、で S ランク、S 以上のピッチャーを作りたいですね。今の聞いたからだいぶ違うんですよね。でも違います、ね、いや、戦国高校でもう S 級の野手できたんでピッチャー、ピッチャー、ピッチャーで SS? 超えちゃいます。 SS のピッチャー作りましょう。さあ、ということで、はい、野手ね、作成に関してもいろんなこと聞きましたけど、はい、投手についてどうですか、はい、なんか聞きたいこと。あ、やっぱりあのイベントデッキをぜひ組んでいただきたいなっていうのは野手と同じであるので、はい、ぜひ組んでいただきたいです、はい、最強のピッチャーを袴川さんのデッキで作るとしたら、はいはい、ピッチャーですか、まあ、結構ね、いい人、あのこの絞り方がすごいですよね。私、そうです、ピッチャー作るんで、まあ、野手の得意練習のキャラいらないんで、はい、今それを削ったっていう状態です。はい、もう PSR と SR しかいらないんだ、うん、どうですか、私います結構。いや、もう全然作れますね、強いですね、うん、普通にもうありったけでガチャ引いたんでね。そうですね、おそらくですが、このクネミヤちゃんっていう子は、はい、すごいいつもおすすめすると出てくるんですよ。ああ、なるほどですね、まあ、彼女キャラクターで強いキャラクターではあるので本当に使ってもいいと思いますが、はい、さっきこう彼女のお話をしてた時に、はい、まあ、小筆ちゃんが評価ずっと青だったじゃないですか、はい、なんでそういう時は彼女もフレンドさんに借りるとか、こう借りる枠で強いレベルの彼女キャラを入れた方が多分はかどるんじゃないかなと思います、はい、なので今手持ちもそれなりにピッチャー揃ってるんで、はい、まあ、これでやれば結構強い選手作れると思います。これは何が特徴なんですか。全員タックの性能が高いっていうところと、あとはまあバランスを見ながら、まあ、技術を稼いだりとか筋力を稼いだり変化球を稼いだり、まあ、今組んでるのが球速と変化球3枚ずつにしてるんです。そうですね、×3×3 になってますね、はい、でピッチャーって、まあ、球速と変化球のところ
がっつり積んでおけば、そこに3人ずつ固まったら、まあ、この場合だと3人ずつ固まったらめちゃくちゃ経験点入るんですよ、はい、でその経験点だけで、まあ、コントロール上げたりとか、まあ、精神系の特殊能力取ったりできるんで、まあ、この組み方が一番いいと思います。球速と変化球を多く積むっていう組み方が一番いいと思います。いやもうこれでだいぶもう分かりました。そうですね、はい、あと直球って何キロぐらいまで上げればいいですか。そうですね、基本150まで上げればかなり威力は上がると思います、うん、たまに相手高校で170とかいますよね。いますね。それ170もいけるんですか。そうですね、いける人もいます。ただ一番初めは目安150からでいいと思います。高校でも十分150投げてたら超速球派だと思うんで、そうですね、まずはそこと、あとはバランスよくコントロールスタミナ変化球も上げていく方がいいかなって思います。これまでネモさんが作ったピッチャーで一番強いのって、はい、どこまでどれぐらいいったんですか。 PG5 とかですね。PG5? S っていうランクがあって、その上が SS ってランクがあって、その上が PG ってなるんですけど、それの PG5 です、ね、PG5 はどこまであるんですか。 PG 何が最高なんですか。じゃあ SQ は、はい、ちなみに SQ はいや、じゃあ PG5 からすれば、はい、SQ は3軍ですか。いや、メジャーリーガーと小学生ぐらいかもしれないです。あんなに喜んでた俺らね。そうですね。じゃあ俺らは小学校でその地区で優勝して喜んでたけど、同じ年代でメジャーリーガーがいるっていう存在を今知ったってわけ。そういうことですね。じゃあ何なんですよ、あの最初に里崎智也作ったじゃないですか、うん、ランク D なんですよ。 D は何ですか。 D、 そうですね、D、生まれたばかりってこと。そうですね、まだ生まれてボール持ち始めてくらいかもしれないですね。わお、あれちょっとこれ教えてもらったんで、うん、もう一回里崎智也作ってもいいかもしれない。そうだね、確かに、はい、じゃあ SS とり SS 行こう、とりあえず、うん、とりあえずいきなり、うん、ネオさんと一緒のところは、はい、ちょっとおこがましいってことが今ちょっと気づいちゃって、はい、SS 行こう、はい、S で S で、はい、ミドルリーグ。そうですね、S はダメです、S はダメです、 SS 行きましょう、 SS 行きましょう、はい、S、 あれで S だったのに、あれ、あれより上 S級でめちゃくちゃ喜んだんですよ、ね、しかもそれもめっちゃ強かったのに、はい、それより上金徳めちゃめちゃゲットして、ほぼ S だったんですよ。なるほど、なるほど。それでも、それじゃダメなんですよね。そうですね、今のピッチャーってあの青い特殊能力あるじゃないですか、はい、あれ全部取って球速171にして、コントロールとスタミナ101にして、変化球3球種ぐらいマックスになってるんですよ。へー、わお、そんなことできるんですね。それはできちゃうんだよ、同じ、あのセクション4だけで。そうそうそう。セクション6ぐらいやってないですか。やってるかもしれないです。いや、そうやってないよ、ね、世界は広いね。広いですね。あ、これちょっと上にはやっぱ上がいるんで、ちょっとね、うん、俺らはねあれで満足してた、はい、正直もう結構上手くなっちゃったよ。しちゃった、やった感あったけど、はい、井の中の加圧だね。そうですね、ここはもうね、はい、火がついたね、もう一回。そうですね、いや、もう PG まで絶対いきますよ。だから SS、 だから来年に向けては PG、はいはい、いけるようにちょっと今日の参考にして、はい、今回の僕と袴田さんもそうですけど、はい、視聴者の皆さんも分からないこといっぱいあると思うんですよ、うん、でもその分からないことがあれば、今なんと SNS でハッシュタグ教えてパワープロアプリって打って、そして分からないことを SNS 上に打つと、ネモさんをはじめ詳しい方がなんとその質問に答えてくれるっていう、ねえ、なんと便利なハッシュタグ、はい、だから皆さんもね、もう一回言いますよ、ハッシュタグ教えてパワープロアプリと打ってね、うん、はい、分からないことを聞くと教えてくれるんで、ネモさんも教えてもらえるんですか。そうですね、僕も参加してるんで、ぜひぜひ皆さんツイートしていただいて、はい、分からないことがあれば答えていきますので、はい、そうやってね、皆さんも分からないことがあったらしっかりそれを聞いて、 S はミドルリーグだ、はい、皆さん分かるで、はい、S はだからPG 目指してみんなで頑張っていきたいと思います。師匠超えを狙いましょう。狙いましょう。ということで皆さん、今後もご期待ください。はい、山本さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。